で打たないとというところになってきます。あ、フリースロー1回じゃないです。1回出す、いいですよ。さあ、そして今決まったアガリエ、アガリエの上からの得点です。最後のプレーです。アガリエの回転したから見事な、そのアガリエルーレットからの得点決めますかというところではありましたけれども、しかしシュートまで行ってますからね。そうですね。さあ、そしてドイレミアンリのシュート、技あり。今肘がどれぐらい曲がったんだというような手首と、そして肘の使い方、素晴らしい。田中から石見レースがパスカットに合う。そしてパスを元木に渡す。元木いやー、元木選手、いや、大きな1点ですね、これは。前半このままいっちゃうのではないかなという雰囲気ですよね。パスが通って橋本決めました。この試合3得点目。パスが通った。32番橋本の得点。さあ、そしてクリアがボールを持ってチャオシェンちゃん、これはシュート、キーパーセーブ、回です。ゴールキーパースロー。さあ、フリアが戻る。トイカイトが簡単なことではないんですね、こう見ていると。そうですね、ミスになったら相手ボールになってしまうので、はい、早い。さあ、後半なんかこうエンジンがかかったかのようなトーマーミン、素晴らしいスピードでした。からゴールマウスを守っています。大東特殊公務背番号1の友金がスタートからずっと出ているところ。さあ、東長浜、これで歴代単独2位になりました。976得点、歴代単独。ガリエという、まあ、スタートと同じバックプレイヤー、チャオシェンチャが前に出る。ベイガラムユキに当たる、顔を取りながらすると、ベイガラムユキやり返しましたね。さあ、後半29分、後半29分経過。ベイグ、上がりやしたから見せます、場内沸きます。そうですね、技ありですね、アンダーハンドスロー。はい、